じゃあその中国経済をね、世界はどう見てるかというところですけど、うんうん、これは OECD、はい、経済開発協力機構、はい、これはまあ歴史的にはアメリカのヨーロッパ復興計画であるマーシャルプラン、うんはい、これのヨーロッパ側でのその受け皿の機関として作ったものが発展して、マーシャルプラン終わった後もパリに本部のある OECD として今機能しているわけです、うん、でこれはまあ例えばアメリカ主導で本部がパリにある、ね、だけどこれがその別にヨーロッパだけが加盟国っていう条約じゃないので先進国になった国っていうのはここに入りたがるわけ、はい、だから日本も韓国も入ってこれ大喜びしたわけね、はいはい、日本は60年代に入って、はい、韓国は70年代に入って、はい、ようやくにね、うん、我が国は先進国だったと喜んだ、うん、ただ言えるのはここには中国は入ってないです。あ OECD には入ってない、入るつもりもないし、つもりもない、うん、多分あ OECD もそれは期待しないけれど、うん、ただ OECD の調査部門は最も力をかけて調査しているのは中国です、うん、それはそうですよね、うん、なぜかというと彼にとって最大の貿易相手国なんです。そうですよね、うん、でそれでだからこれはバイアスは中国に関するバイアスは抜けてると考えるべきですね、うんうん、で中国だと加盟国じゃないんだから、うん、いわゆる日本の国際連合は中国は加盟国であると同時に常任安保理事会の常任理事国、はい、だから、はい、だからそのいつも大騒ぎになりますよね、うん、だけどここは OECD では中国が入ってないんだから、はい、もう一つインドも入ってない、うん、じゃあ一体彼らは中国経済をどう見てるかというと、うん、ここまでは実績、うん、でこれはあの購買力平価、ああの普通の為替レートじゃなくて、うんうん、一部通貨の原則が成り立つような為替レートを考える。それはどういうかというと為替市場ってめちゃくちゃ変動激しいでしょ、今の円安見れば分かるように、うんはいはい、でこれで GDP を換算しても、うん、その為替市場におけるその投機によって動いてしまってるから、ね、だから購買力平価を使ってやらないと長期の評価できないのが違うわけですね、うん、そうですね、それでじゃ あの OECD とか IMF って書いてありますけどこの辺は実際はこっちを購買力平価を別にやるのがまあ、これは経済先生の IMF です。 IMF が購買力平価を計算して、ね、それであの経済統計を書き直したものがあって、うん、OECD はそれをもとに今度予測したわけですね。なるほど、現状を困らせているわけです。なるほど、で見たかるようにすでに中国はアメリカを抜いていると。すでに中国は2000年に日本を抜いて、はあ、2012年に確かユーロ圏を抜いて、うん、ユーロを抜いた。2016年にアメリカを抜いたわけですね、はあ、だから購買力平価で感じ感じをするとすで、うん、にもう中国は2016年以降、うん、世界最大の経済大国なんですよ、うん、で現状ここですね、その線の比例のところ、うんね、ここまで来てるとすで、うん、にこれね中国これ青が日本ですよ、うんね、日本の6倍以上の国なんです、うん、ですよね、3倍とかって言われてる。そうじゃないですよ、もう6倍なんですよ。で、すでにアメリカを凌駕してるわけですよ、うんうん、で問題はこれがずっとこの先2060年までを、うん、まあ、長期予測してるわけね、うん、それで見ると2060年時点においてはこういうふうに中国はアメリカの 1.8 倍ぐらいかな、うんうんうん、なってる。で、すでにその時点ではもうインドがアメリカを凌駕してると、うん、これ見てください、アジアだと、うん、すでにもう2030年頃にインドネシアが日本を凌駕する、うんうん、これはね、そうすると今ね、うん、20歳の方が40年後、うん、60歳になってるの世界において日本の立ち位置はここなの、うんうん、なるほど。じゃあ言えることは結局日本は中国、インド、アメリカ、ヨーロッパ、インドネシア、まあ東南アジアで稼がないと生きていけない国、うん、ということになりますよ。なるほど、ね、もうインドネシアはもう2060年には日本の数倍の規模の経済大国なんですよ。ね、でもその時中国は日本の10倍以上の規模の経済大国なんですね。